優勝した、常番儀学園高等学校の選手たち第21回、全日本高等学校女子サッカー選手権大会は、2013年1月12日から17日にかけて、静岡県岩田市で開催された、全日本高等学校女子サッカー選手権大会である、時は木学園が2大会連続5回目の優勝を果たした。なお、今大会を日月開催となった。 一時は木学園が前回大会で優勝したためプラス一、二開催地域のためプラス一、三日の本学園が本年度のインターハイで優勝したためプラス一。時は木学園 V、岩田東、大阪桐蔭 v 十文字広島文教女子大付 V、北海道文教大民心習得、V、藤枝純心柳ヶ浦、 V 山形城北福井高大福井 V 日の本学園鎮西学院 V 聖カッピタニオ女子、ナルト渦小、ブ V マクハリ総合昌南学院 V 秋成大町北、V 大谷室蘭松山市ののめ、ブイ学園村田女子 V 上村学園久喜 V 京都、聖カ女子松江小 V イとこは立花聖和学園、V 県大高崎、作用 V 大小学園時は木学園 V 十文字。 広島文教女子大夫 V 藤枝純新柳ヶ浦 V 日野本学園聖カピタニオ女子 V 幕張総合湘南学院 V 大谷室蘭松山志野の目 V 上村学園京都聖火女子 V 徳畑千花聖和学園 V 大小学園時は木学園 V 藤枝純真美の、本学園 V 幕張総合湘南学院 V 上村学園京都聖火女子 V 大小学園時は木学園部日の本学園上村学園 V 京都聖火女子時は木学園 V 上村学園今大会は TBS 系列 BSTBS CSTBS チャンネルに似て中継放送されることが決定した。ありがとうございます。